PS4 と PS5 と任天堂スイッチ比較検証してみた。モンスターハンターサンブレイク。今回検証する本体は初期型 PS4 と2023年新型モデル PS5 クフィー 2000A1 です。そして今回は任天堂スイッチも含めて検証してみたいと思います。2023年発売の新型モデルは全体的に小さくなっていますが、初期型とスペックは同じと言われています。この動画で検証したいのは同じゲームで映像の画質や動作がどう違うのか検証してみたいと思います。 PS4 はフル HD1920×1080OBS で録画、 PS5 は 4K3840X2160 本体で録画。ぜひ参考にしてね。他のゲームも検証していきます。調べてほしいゲームがあったらコメントください。 4K 動画についてのお知らせ。4K 動画は 4K 解像度が表示できるテレビや PC モニター、もしくはスマートフォンも 4K 対応端末ならとても綺麗に視聴できます。この動画は 4K 対応していないテレビやモニタースマホでもご視聴できます。その場合、視聴されているテレビやモニタースマートフォンの最大の画質まで表示してご視聴いただけます。今回のゲームはモンスターハンターサンブレイク。まずは任天堂スイッチモンハンから。任天堂スイッチ版は体験版でプレイします。四つ見は堂討伐行きましょう。狩の基本だぞ。動きが少しカタカタしています。任天堂スイッチ版を以前プレイしていたのですが、久しぶりにプレイすると動きが気になります。では次のモンスターに行きましょう。次のモンスターはライゼクス。ライゼクスの BGM はかっこいいですよね。任天堂スイッチはこのような感じです。では次に PS4 版のモンスターハンターサンブレイクを紹介します。PS4 版になると画質が良くなっていることがわかります。
では四つ見は堂を討伐。PS4 版になるとフレームレートは 30fps ですが、基本的に画質が良くなっているのでプレイすると楽しさも上がりました。PS4 版はこんな感じです。里に帰還します。それでは次に PS5 版のモンスターハンターサンブレイクを紹介します。PS5 版になると 4K に対応してフレームレートが 60fps になります。では同じく四つ見は堂を討伐しましょう。画質の細かい表現が良くなっています。
では次にライゼクスも討伐しましょう。ギラギラ感とリアルさが増しているように感じます。万丈。
追いかけよう。追うわよ。今のうち。それ急いでちょうだい。任務達成、お疲れ様でした。よし。いかがでしたでしょうか。モンスターハンターサンブレイクの検証ですが、 PS 版になって綺麗になり、動作も良くなりました。 PC 版も同様に綺麗です。ただしかし、クロスプレイができないことと、データ引き継ぎもできないために、 Nintendo Switch 版でプレイしていた人がわざわざ PS 版に乗り換える人がいない、そんな状況です。私は Switch 版から乗り換えて楽しんでいますが、一から始めるのは大変ですね。汗。それでもプレイしてて楽しいので、 PS 版をプレイしている方は一緒に人借り行きませんか。ゲームフレンドになってくれる方も募集しています。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いいたします。